サブに陣と、はい、陽平、はい、ボム、はい、タン、はい、シュン、はい、セイコ、はい、カズ、OK、そのメンバーで、なんとしても、はい、勝ち点3をしっかりこの試合で、取れるように18人に全員の力で、やっていきましょう。相手のプレス早い。で、そのチームに対してうちは分が悪い。じゃあなぜか、ね、まずはしっかりポジショニングを早く取ること、いいポジションを取ること、いい。それはもう今パワーポイントだったりボード上では語れない。もう日々の練習を積み重ねて、ここが俺にとってのいいポジションだ。それは状況はもう1秒で変わっちゃう。だったらまた新しいポジションを取り直さなきゃいけない。あとはここパススピード、もう少しテンポよく、いい、テンポよく速いボールをつけてあげる。特にやり直すボール、 OK、 メッセージを込めてあげる。最後ここ、もう1試合1試合、もう自分たち試合だから、いい、自分たち試合で自分たちが、ね、1試合1試合勝ち点3を積み重ねていけるか、最終的にどこの景色を見たいか、常に言ってること、いい、山頂にたどり着きたかったらまず目の前の10歩を踏み出さないと、ね、山頂にはたどり着けない、 いい、だからこそ目の前の一歩を力強く今日の試合も踏み込んで、何としても勝ち点3取りましょう。 OK、 じゃあ準備しましょう。こちらここから心を一つにして、いいね、戦う準備、勝つ準備、いいね、いい準備しよう、これもそのままいいだっ、はい、Go!
いや、悪いゲームじゃない。トライしてる。トライの中で、ね、成長痛はあった。ただもう過去は変えられないから。リスク管理の意識、予測、切り替え、そこは絶対に欠かさないこと。OK。そして常に1個奥から見ること。OK。ゴール前に増やす人数を。いい。後半もどんどん変えていくよ。やれるところまで、前線はやってくれ。直線のパスはダメだよ。バックパスじゃないからね。斜めに入れろ、斜めに。アングル変えて斜め、アングル変えて斜め。僕がチームとして勇気持ってどんどんどんでしょうね。オッケーオッケー、行こうよ行こうよ。この店戻しよう。はい、行こう。
ことが実を結んだ部分も多かったし、で、その中で、みんなが分かっているようにまだやらなきゃいけない部分もあるし、OK、やっぱり俺は後半戦強くなるチームがいいチームだと思うんで、まだまだ伸びしろあるな、差してしまったこと、それは誰のミスとかじゃなくて、やっぱ全体だと思うんで、そこをみんなでもう一回修正してやっていきましょう。OK、じゃあ今日は佐々木君。何その嫌なの？チェみたいな。ロマサジシ。YouTube でよかったね。お疲れ様です。これからさらに全員でハードワークして頑張りましょう。お疲れ様でした。立ち上がりはあまり流れが良くなくて、自分たちの、ミスというかビルドアップの中での失点だったと思うんですけど、前半のうちに追いつきましたし、交代選手が後半は流れ変えて、そこから追加点を取れたということはポジティブですけど、3失点というのはまたこう課題が出てきたと思うので、こうポジティブな要素とネガティブな要素両方出た試合かなと思います。いやもう本当に今週1週間準備してきたものっていうのが出せたと思いますし、ペナルティエリアにこうどんどん人が入ってくるっていうのは、いいことだと思うんで、そこで生まれたこうオウンゴールだったと思うんで、自分もそういうシーンを作れたっていうのは良かったと思います。シュンシートのおかげで2連勝っていうだと思ってるんで、僕はっていうのは冗談ですけど、でも今日もまた子供たち高学年、小学校高学年っていう、条件で来てもらいましたけど、本当に楽しんでくれてたと思いますし、やっぱり勝つことでこう、シューシートで来てくれる子たちだけじゃなくて、普通にこう試合を楽しみにして見に来てくれる人たちも、やっぱ勝って帰るっていうのは次にまた見に来たいと思ってくれると思うんで、こういう試合をどんどん増やして、また1万人超える試合っていうのを多くできれば嬉しいなと思います。いやもう本当に純粋に楽しかったっていう言葉をくれる、本当にその言葉が僕は嬉しいですし、こういうシュンシートっていう曲をしてよかったなと思いますし、子どもたちだけじゃなくて一緒に見てくれるその保護者の方も、子どもたちより楽しんでるそういう姿を見て、もう本当に嬉しいなって思うので、もっともっとこう自分もそういう何ですかね、招待できる試合を増やしていければいいなと思います。今3連勝が多分最高だと思うんで、今シーズンはやっぱそこのそこにこう何ですかね、3連勝またするためには次は絶対勝たないといけないと思いますし、4連勝するにはまたその次も勝たないといけないと思うんで、そういうチャンスがここに今あるっていうのは本当に素晴らしいことだと思うので、そこを狙いながらもやっぱり一戦一戦こうしっかり勝っていくだけだと思うんで、皆さん応援よろしくお願いします。飛び込む形っていうのはでも増えてたらあれなんですけど、チームとしてこうクロスの入り方っていうのを分析から意識してたところではあったので、何進かチャンスになりましたし、カイリ君の方からお前俺のアシスト決めてない の覚えとけよって言われたんで、あそこはちょっと決めないといけないですね。でも来ると思ってたんで信じて走り込んでた結果がゴールにつながってよかったです。じゃあまた次もお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。